八橋梅佐沖縄から1828年3月20日は、江戸時代の臨在州の僧、茶人。意名は、法岩を、字は、祖久差曇り木で、八橋梅佐沖縄豪である。他に、梅谷梅佐、八橋山形岩尾禅寺、法岩尾僧、八橋山からぎぬ角、紫燕禅寺沖縄、寺在安、唐ぎぬどの通り戦前沖縄、松陰梅佐といった豪を称した。 二代目バイサ沖縄と呼ばれ、千茶道、バイサ流の流祖。区全国に、福岡藩市、笠原白江門の三男として生まれる。しかし兄弟を含む一家がすべて死に絶えたことで、久世家の養子となり、長崎の宋福寺で十八歳頃から修行に入った。その後二十七歳頃の時期に、京都の明神寺に移り、ここで、小国寺館長の大天犬常よりバイサ。 沖縄か有害の教えを受けた。大天は、初代バイサ沖縄の友人で、彼を通じて、高有害の生き方に強い感銘を覚える。1796年頃に、江戸に出て、上野近辺で生活する傍ら、高有害がしたように、茶道具を傾向して、関永寺で即席の茶店を開き、三景者に茶を振る舞った。江戸で茶人としての生活を、約九年続けた後、 46歳の折に、江戸を出本、三河国池、小井船宿近くの八橋にある有原の寺に入って、無重だった寺を再興する。続いて、無料樹寺の再興を依頼された、バイ沖縄は、その奇信を募るため各地に赴いた。この時期には、バイ沖縄の名声を頼って、無料樹寺に来訪する客もおり、その一人だった奇襲藩主の徳川晴富は、バイ沖縄を和歌山に招いた。 文政11年2月5日、無料樹児で死去した。ありがとうございます。